始まるよ。皆様こんにちは。今日は百人一首の27回目です。今日も100円ショップの千代紙と毛筆筆ペンで書いていきます。嘆きつつ一人ぬる夜の悪魔はいかに久しきものとかは知る。じゃあもう一枚書きます。忘れ地の行く末までは固ければ今日限りの命ともがなでした。じゃあね、バイバイ。チャンネル登録よろしくね。